はい、皆日本の皆様、私の王光禅と申します。一応神様の、ね、崇拝する鹿作りましたので、その第六一応ね、この鹿は9章のありますので、その前にね、まあ、読んでもらいましたので、それ今は第六部分から読んであげますので、聞いてください。で、第6章は祈りと助けのことです。助けを読みます。 ああ私の主よ、私は私の人生のあなたの救いを求める、SOS シグナルを送る。あなたが強力ですので、私の要点あなたは必要とし、あなたは私の救えることができるので、私の無知にあなたを必要とし、そう、あなたは強力ですので、私の無能力はあなたは必要とし、私の意欲はあなたは必要とし、それはあなたの権力です。私の段落はあなたは必要とし、それはあなたの敗です。その私の罪はあなたは必見であることが、であること、あなたを必要とし、必要とする。私の不満はあなたの腕を、あなたを、あなたのサポート、つまり、支持をね、つまりあなたは必要とし、私の支配、そのあなたは快適であることが、あなたは必要とします。私は必死で午前の時は、あなたは私に投稿。次のページ入ります。そう、急いで意識ありません。急いで意識ありません。第7、okay、それは第5、じゃあ、研修の 人間を出会うために、その真理を知るために来る人は出会うためにです。以上で第6章終わりました。その次はね、第7章に入ります。それは、主、神様の治し、治療。そう、私の主よ、あなたは一体な医者である。あなたが防ぐことができないという病気はありません。その、私の主よ、あなたは一体な医者である。あなたはない原因を知っている。知ってるかという病気はありません。私の主よ、あなたは偉大な医者である。あなたは診断を行う方法はわからないという病気はありません。私の主よ、あなたは偉大な医者である。あなたはそれのための治療を知っていることができないという病気はありません。それは始まる前には病気を治療である。あなたは精神事件を持つ人は修復。あなたはトラウマから人を回復。あなたは病気の原因を取り除くことができます。あなたは人の幸運を救う。あなたは死を復活させる。あなたは売買ね、死にあなたのために再び何死を存在しないと述べた。あなたはすべての医者の医師です。あなたは本当の奇跡の医者です。あなたは永遠の命の主である。
ちょっと待ってください。今日確認しますので、それは、okay、今は第8部分、第8章に入ります。第8章。いや、それはありますので、まだ、引き続き。そういう第8章ね。そう。主の死と復活を賛美する。Okay? 神様の、okay? そう。ああ、私の主よ。私は、私たちのために、あなたの死、賛美 しなければなりません。それは、王国の神明の完成である。それは、それは人間を救うの偉大さである。それは私たちの父、神の予備を出します。それはあなたの救いとあなたの目的です。そう、私の主よ、私はまたあなたの復活を賛美する、称賛します。それは父の偉大力、私たちの神様である。つまり、あなたは永久的な人間始まります。そう、それは我々は救われることが楽しみにしているものです。それは第8章を終わりました。第8章読みを終わりました。今はね、最終の章。最終の章ね。第9章。Okay? 第9章、第9章。その、okay? 三位一体の神様、私たちの、主に対する称賛です。私の主よ。私はまだ父と子と聖霊を賛美します。父を称賛、あなたは私たちのご子、本当の神様、私たちの主を与えた、ご子をたたえ、あなたは私たちのために勝利、救いをであり、その聖霊をたたえ、あなたは何、すべての人ね、OK? すべての人々を、人々は、交互する。そう、ご子、本当の神様、たたえ、そう、あなたはすべての幸福の原点である。すべての人々の、すべての人々は、称賛に来て、父と子と聖霊を称賛する。アーメン。以上で、神様の崇拝する詩歌をね、全部読み終わりました。本当に最後まで聞いてもらって、ありがとうございます。もし好きでたら、このチャンネルの登録、ぜひよろしくします。それでも、神様ね、崇拝する詩歌、この本、すべての総書のね、まとめした、内容と、真理をまとめした形ですから、わずか20分間ほどね、全部、聖書の内容はわかるので、本当に、役に立つと、だと思いますので、OK? ありがとうございます。また、バイバイ。